フォートナイトのミュージックブロックを使って演奏を作りましょう。はじめに床を置いてミュージックシーケンサーを重ねます。向きを決めたら L アパートメントギャラリーからこの模様の床を2枚と、アンビエントギャラリーからトーチを1つ置き、繰り返し並べていきます。ミュージックブロックを設置したらグリッドスナップ4か8に切り替えて枠の中に置きます。演奏が長くなる場合はミュージックシーケンサーを置いて向きを変えましょう。この動画ではたくさんあるミュージックブロックの種類に番号をつけています。地面に置いた直後のプレイヤーの側の列を1番とし、奥の17列目まで全て番号で呼びます。設計図のブロックは演奏の役割ごとに色分けしています。演奏通りの再現をしたい方は補足に書いている番号の列のブロックを使ってください。これが今回のミュージックシーケンサーのカスタマイズです。次は設計図を表示します。動画を止めながら作ってみてください。どうもこんにちは。本日の担当はアンツです。よろしくお願いします。さて今回の曲はダパンプさんの USA です。というわけで今回は昨年大ヒットしたダパンプさんの USA を作ってみました。ダサかっこいいあのダンス、つい踊っちゃいたくなりますよね。カイルですがめちゃくちゃシンプルで簡単な感じになっています。初めての人でもサクッと作れちゃうと思いますので、よかったら挑戦してみてくださいね。さてここで突然のワンポイント講座、今回は複数選択機能についてです。この間のフォートナイトのアップデートで複数選択機能が追加されました。この機能はスマホを持った時にここの選択を押して複数オブジェクトを選んだ後にコピーを押すと、こんな感じで同じ間隔を保ったまま複数のものを移動&コピーができちゃうんです。この機能を活かせるのが紫色のドラムパート。ドラムパートというのはほとんどの曲の場合1小節目の同じリズムをずっと繰り返し鳴らせる場合が多いんです。今回の設計図を見比べてもらうと紫色のミュージックブロックが同じ位置にあるのがわかると思います。つまりどういうことかというと、まず1ページ目の紫色のミュージックブロックを設置します。設置したらこの1ページ目の中のミュージックブロックを複数選択&コピー、そして次のページに行ってペースト。はい、たったの数秒でドラムパートが完成しちゃいましたね。簡単でしょ。この複数選択機能を上手に使ってさらにサクッと回路を作ってみてくださいね。それでは長くなりましたが今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。ミーオートチャンネルは毎週土曜日曜の夜8時に投稿しています。チャンネル登録はこちらから。リクエストをしたい人は曲名、歌手名、元ネタ名を書いてコメントをしてください。本日の担当は時根津アンツでした。またねね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 ね